こんにちは。マック坂井のサブチャンネルを見ていただいてありがとうな。ほんでは、今日はアップルサイダー、セブンイレブンで買ったやつを飲んでみたいと思います。炭酸飲料、果汁 1%、500ml。ジンジャーテイスト。アップルサイダーだけど、ジンジャーの味もするみたいです。確かね、これ安かったんですよ。93円とかかな。はい。お得ですよね。たりしてないので大丈夫ですね。はい、でいただきます。あ、匂いは、なんかでこれあるかも。なんかシードルみたいな。まあ当然ですよね、あれもリンゴですもんね。まあそういうよく感じられる、まあよくありがちだね、リンゴサイダーの匂い。全然表現になってないですね。あの人工的な、ちょっとリンゴジュース的な感じの香りがします。うん、美味しい。確かにジンジャーテイストみたいで、ちょっとねこのほろ苦いジンジャーな感じもあって、うん、美味しいですね。いい感じです。まあ炭酸も程よい感じで、そのねすごく甘すぎないし、炭酸も控えめでね、もう飲んだ後のシュワシュワ感も感じられるし、これいいですね。これはもうガブガブ飲めますね。いいです。まあよく言えば、ちょっとやっぱこの人工的なね感じをちょっと感じちゃうのが、まああれですかね。まあ果汁 1% なんで、それは仕方ないですよね。まあ果汁 100% でね、炭酸みたいなやつだと、まあもっと吸っちゃうと思うんで、まあうまくまとめてるんじゃないかなと。はい、上から目線ですけど。うん、失礼。やっぱり炭酸なんで出ますね。うん、85点かな。この飲んだ後のジンジャーのね苦味みたいなのを聞いてて美味しいと思います。セブンイレブンで買ったアップルサイダーを飲んでみました。ご視聴ありがとうございました。